始まりましょう。外づらいのが取り柄です。武器の輸出は認めます。原発セールス続けます。太いものには巻かれます。それは情報じゃないから、大手企業の味方です。所詮金目のことでしょう。解雇自由に許します。残業手当てもなくします。有無を言わさず決めてます。戦う力は支持します。大事、俺は大事、内閣総理大臣。大事、俺は大事、内閣総理大臣。オリンピックを開きます。放射能でおもてなし、公共事業増やします。まさか賄賂はないよね。年金さらに減らします。もらえる年も引き上げます。新規税金作ります。携帯電話や主婦まで、大義なくても選挙です。拉致の事実は隠して、基地は辺野古に移します。変えるわけなどないでしょう。人の命が第一、刺激にあふれた演説、軍事派遣の口実、テロには決して負けません。大事、俺は大事、前内閣総理大臣。大事、俺は大事、前内閣総理大臣。最高です。国の財産譲ります。値引きも思うままです。部下には甘いタイプです。女性の用語を気取ります。任期自由に伸ばします。歴史にその名を刻みます。祖父も内閣総理です。父は外務大臣です。妻は名誉職が大好きでした。お腹は弱い方です。格差社会を育み、理想の未来の枠組み、美しい国にします。日本を取り戻すぜ。大事、これは大事、内閣総理大臣。大事、これは大事、内閣総理大臣。内閣総理、内閣総理、内閣総理大臣。秋田生まれの男です。いちご農家の育ちです。父は町会議員でした。地元じゃ名士の噂です。
大学受験挫折で家で同然の状況、働きながらの苦学生、よくある話の一つです。議員秘書で11年、官房長官長かったです。あだ名は令和おじさんでした。おやつは3000円のパンケーキです。政策特にありません。安倍政権引き継ぎます。次女がダメなら共助です。共助は最後の手段です。大臣、ついに大臣、今は内閣総理大臣。大臣、ついに大臣、今は内閣総理大臣。ご指摘には当たりません。お答えは差し控えます。我が子の教育できてません。自分をガスと呼びます。移動で感染起きません。それでも GoTo 休みます。国民のために働く、命と暮らしを守ります。大臣、ついに大臣、今は内閣総理大臣。大臣、ついに大臣、今は内閣総理大臣。内閣総理、内閣総理、内閣総理大臣。みんなのとひらのとこば、みんなのとひらのとこば、みんなのとひらのとこば。みんなのとひらのとこばじゃない、みんなのとひらのとこば、みんなのとひらのとこば、みんなのとひらのとこばじゃない、みんなのとひらのとこばじゃない、みんなのとひらのとこばじゃない、みんなのとひらのとこば。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。みんなだよ、ゴールドバー、みーちゃん、どうも。